あれが人中の工場、こういう風な感じなんだ。で、今回は我々は満腹弁当出ます。わあ、初めて見た。すごい。あれ何？あれは日和山です。牛タン満腹弁当。いやー、準備 now。 はい、はい、そういうわけでございましてですね、ここどこですか？ここはですね、はい、後ろにも見えてるんですけども、はい、ゆりあげに来ております。こう、ゆりあげ、ゆりあげってどこ？名取市のゆりあげですね。宮城県名取市のゆりあげに来ております。 あれ何？あれは日和山ですね。あれ山なの、はい、そして、はい、はい、ここで、はい、禁煙弁当を作ります。牛タン満腹弁当。牛タン満腹弁当。あ、あ、開けましょうか。開けましょうか。はい、テールスープもついてます。でかい。今日は人中の満腹弁当、牛タン満腹弁当。じゅうたん人中の牛タン満腹弁当をテイクアウトしました。準備 now。 おお、じゃんじゃん。おお、行儀悪いな。行儀悪いな。なんてそだますの？いただきまーす。すごい。これで、ちょっとサムネでいいんじゃない？噛んじゃったよ。食べていい？いやー。ほんとね、ネビのいい味とさ、うん、牛タンの肉と甘みと油と、まあ、すごいいっぱい入ってる。うん、麦飯いきます。これ付け合わせがさ、もやしと、もやしとキャベツ。あ、これうまい。辛味噌だ。うん、超うめえな、これ。炭火がいいね。うん、すごいいい香りだし、うまい。美味しいね。やっぱり宮城県とか仙台とか地元のさ、いいとこをどんどん掘っていくの楽しい。それが我々の使命ですな。そのちょーり、そのちょーり、そのちょーり。準備 now。はい、そんなところでございましてですね、今日はですね、宮城県名取市閖上地区にある、牛タン陣中さんのですね、牛タン満腹弁当1000円食べてみました、はい、テイクアウトしてね、食べてみましたけど、どうでしたか？いやー、もうね、美味しい。ほんとね、美味しかったですね。美味しい。もう美味しいに尽きるね。もうね、なんか尽きる。これなんといってもね、このテイクアウトのすごいところはですね、まず牛タンの量、満腹弁当っていうだけなんで、牛タンの量、そしてご飯の量、野菜もついていて、なおかつテールスープまでついて1000円。これはすごいですね。コスパの塊です。そうですね、まあ、仙台市内の方はね、ぜひ車で行ってね、来ていただくとか、まあ、この辺の近くの方もね、皆さんご存知かもしれませんけど、まあ、全国からね、ちょいちょい来てもいいかもしれません。はい、はい、そんなことです。中にもね、結構いろんなお店の中にも、牛タンとかを買って全国で発送できたりするみたいなので、まあよかったら皆さん訪れてみてはいかがでしょうか。はい、あの見るとことかも結構あるので、そう、ね、日和山、日和山、日和山です。これね、あのちっちゃい山で、あれとか、あと、まあいろんなとこ、まあね、朝市とかもありますから。あ、そうだね、そう、あの辺行くとさ、あ、そっか、ちょうどそこの今画面の左側の方なんですけど、市場もあるんだよね。そこすごいよね。市場こっちだね。あ、市場こっちか。あれ何？あれは工場で、工場か。そうです、地元、さすが地元。あのね、朝一結構さ、朝だけじゃなくて今も日中もやってるみたいなので、ぜひ寄ってみてください。はい、というわけでございまして、この動画がいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。失敗に牛タン食べてみたいな、そうからグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、そんなことでございまして、はい、最後まで動画見てくださいまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。キネちゃんでした。シモンでした。チャチャー。
や美味しかった。いや美味しかった。本当に満腹ですね。幸せ。幸せです。時々行きたいですね。そうですね。はいはい。マリマリ。ベロって食べた。やばい、買ってる。天気も良くて。幸せだ。いつも準備のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。コメントもしてね、通知もしてね。チャンネル登録準備 now。